おはようございます。さあ、ワイプが来ましたので、また一からサバイバルの方やっていきたいと思います。また霧かかってんだけど、前のシーズンのサバイバルもほとんど霧かかってたんだよな。なんだろうな。立地すごい悪そうだな。とりあえずマップの中心向かっていこうかな。で、ワイプから数日経ってる状態ですね。まあ、なので強い人たちは、もう AK とか、そういう武器も持ってるんじゃないかな。なんだこの拠点。シャンプーハット拠点じゃん。港に着きました。箱とか湧いてるかわかんないけど、漁ってくか。ああ、でもここ、漁ろうと思ったら、いろいろ泳いだりしなきゃ、湧いてるわ。一箱目。いや、でもな、あさんのめんどくさいからやめよう。見えてる箱だけ開けていこうかな。多分そこもある。え、なかったわ。フェイクだ。しかもこれ夜になりそうだな。入ったタイミング悪かったか。で、まだね、銃声一回も聞こえてないという。あ、爆発音やっとなった。びっくりした。え、いたんだ。マジか。気を取り直して、やっていこうと思います。湧いてたら嬉しいけど、さすがに湧いてないか。え、人が、死んでる。だいぶ暗くなってきましたね。白石叩いてツール系作りたいんだけどな。風化拠点っぽいのあるけど、見えてるのはリサーチテーブルぐらいかな。タンスあるぐらいか。あれ、ここも抜かれた後の拠点だな。え、何にもないんだけど。かまどあるぐらいか。なるほど。かまどと大きな木箱を奪うか。かまどゲット。木箱も3つ取ろう。暗すぎる。え？何これ？線路があるんだけど。え？アップデートで追加された？まあでも多分地上に電車は走ってないはずなんで、後に追加されるって感じかな。やっと白石見つけた。叩こう。夜の間に拠点建てれるぐらいまで資材集めてたんですけど、ボルアク持ちに殺されちゃって全ロストしました。だからまた一から資材を集め直します。でも夜が明けて晴れてくれたわ。嬉しい。そうだよな。やっぱり線路追加されてるわ。これマップ一周ぐるっと線路繋がってんのか？今マップ見てみたんすけど、線路引かれてるっぽいわ。で、マップをぐるっと一周してる。まあ、そのうち地上にも電車が走るんだろうな。そうなったらラスト、またさらに重くなるぞ。倉庫にやってきました。全部じゃないけど湧いてるね。いや、これ全湧きか？うわ、この辺から接敵しそうだな。気をつけねえと。また全ロストしちゃう。この辺りに拠点を建てようかなって思ってるんだけど、木が生い茂りすぎてる。そこがバンディットキャンプで、まあ、一応この辺拠点建てられるんだ。まあでもな、外壁巻くことを考えたら、ちょっと、
でこぼこしてるね。ダメだな。あの奥の拠点今扉開いたぞ。アクティブか。なんか来たし。いっそのこと、向こう側の雪山行っちゃうか。この辺も、なんか地形良くねえな。難しいね、拠点建てるとこ選ぶの。この辺に建てます。タンス設置。あ、やらかした。寝袋置いて。やばい、たぎられた。セーフゾーン。早く。早く。拠点にかまども欲しいし、扉も板金にしたいんで。まだまだ色々と集めないといけないっすね。弓クラフトしたんで、豚を狩りましょう。もう一体狩れば、かまど作れるね。なかなか動物見つからないんで、一回沖に帰るか。分解していきましょう。よし。無事帰宅。微強化の部分を意識強化に。ボックスにアクセスする権限がありません。隠し箱って設置した人じゃないと取れなくなったのかな？スノーモービルあるじゃん。誰かが置いてったんだ。さすがに何も入ってないか。だよな。やっぱこの拠点アクティブだ。あれ？さっき槍持ってたやつか、あいつ。おいおいおい。マジで？ツルハシ持ってる。ギャー！ 3 発当てたけど死なんかった。ありがとう。木材100入ってた。なんとなくだけど、平和なサバイバルになりそう。バンディットキャンプの近くとはいえ治安がいい気がする。さすがにまだ倉庫湧き直ししてないか？湧き直ししてろ。ありがてえ。まだ提出燃料少し足りないから、さっきの製油所で焼いていくか。木材25分焼こう。その間に、この鉱石だけ叩こう。出来上がってるね。これでかまど作れる。分解していきましょう。分解終わりました。スクラップ102、そして布142はでかい。序盤マジで布欲しいからな。マジでこの近辺敵に殺される気配ないし、ほんと治安良さそう。
無事帰宅。かまどクラフト。そしてワークベンチレベル1もクラフト。で、今レシピ見てて思ったんですけど、新しく、なんか地雷みたいなのが追加されてますね。なんだろうこれ。手作りの地雷かな。上に乗っても爆発する前に、友達へ解除を求めるみたいな。違うか。まあ、トラップ欄にあるんで、まあ、地雷っぽいですね。かまど置いて、そして、板金の両開きもつけましょう。それとベンチワン。もう少し部品系とか集めた、来やがったか。あいつ買ってみるか。だよな。おーおおお、撃ってきた。うわ、クロスボウなのか。逃げてった？どこ行ったんだろう。逃げたか。そして、パラボラ見えてきましたね。ここで箱開けよう。崖すぎないかこれ。うわ。結構戦ってんな。カメラ。おーおーおーおお。めっちゃ打ち込んでる。この辺は治安が悪いってことだね。ここにも武器ボックス湧いてた。何発ロケット撃ってんだろう。結構撃ってるぞ。いや、出た。拠点この辺のはずなんだけど、どこだ？無事帰宅。板金の扉をクラフトしましょう。大きな木箱も設置しちゃいましょう。板金の扉を設置。サバイバル開始にしては扉2枚付けれたし、まあ、かまども置けたし、ベンチも置けたんで、それなりにもう軌道に乗りましたね。で、割と拠点周り平和そうなんで、当分抜かれないと思ってる。